次は何の紅茶を入れようか。古今のありとあらゆる名茶を披露しようぞ。梅干し紅茶。梅干しは1パック200円のやつ。千年紅茶をたしなんだが、そのようなものは知らない。つくづくこの世は生き飽きぬものよ。ベアト、そんなにも敵意をむき出しにしなくてもいいわ。私は単なる旅の魔女。あなたの領地のルールを犯しに来たつもりはないわ。敵意などみじめ。伝説の魔女、ベルンカステル卿に粗相がないか、気が気でならぬだけ。誤解があるわね。私は無力よ。あなたのように一人を100殺す恐ろしい力を持った魔女の前には全くの無力。その無力な魔女どもが何人たりとも寄せつけぬ力をお持ちなのだから恐れいる。かの大魔女ラムダデルタ卿を短期にて退けられたのだから。ボンクラベに勝っただけよ。あの子が飽きただけのこと。ラムダデルタ卿はそうは言ってなかった。過ぎた喧騒はかえって醜くもあるぞ、ベルンカステル卿。あの子は恐ろしい力を持って、一人は必ず殺す力。しかしこの世に必ずは存在しない。一をいくら割ろうとも決してゼロにはできぬように。あの子はそれを限りなくゼロに近づき、限りなく絶対を生み出す力を持つ。あんな恐ろしい魔女と戦うのは二度とごめん。しかしそなたはゼロでない限り必ず成就させる力を持つ。この世に必ずは存在しないとのたまう今日ご自身が必ずの力をお持ちでおられる。恐ろしい恐ろしい。一人を無限に殺す力。私はあなたの方が恐ろしいけれど。ご冗談を。どなたから見ればこんなのはさまつな力。褒めても何も出ぬとはまさにこのこと。世辞は滞在日替わり。私はかけらを渡り退屈から逃れ続ける逃亡の旅人。あなたが面白そうなことを始めたと聞いたからやってきただけのこと。あなたが面白くなくなったら勝手に出ていくからご心配なく。大ベルンカステル卿にご降覧いただけ、このベアトリーチェ恐悦至極に存じるぞ。して、ご感想。ラムダデルタ、とても残酷で恐ろしいけれど理解できる子だった。あなたは一見慈しみがあるけれど全く理解できない。だからあの子よりずっと恐ろしい。
気まぐれなのは我が勝利。許すがいい。それに、気まぐれなるサイの目に運命を託すは、ベルンカステル卿も好まれることだったのでは。私はサイを振るとき、はっきりと出したい目がある。あなたとは違う。でも、あなたにとっては、すべての目が、あなたの手のひらを出ない。そして、どの目であっても、あなたの期待を裏切らない。サイコロが何の目を見せようとも、必ずあなたは満足する。その意味において、あなたは私をはるかに凌駕する。あなたとだけは戦いたくないわ。あなたの中にゼロしかない。だから、私の力ではあなたから勝機を得られない。最悪の相性よ。ラムダデルタなら逆に相性がいいのかしら。あなたの無限を殺せるでしょうか。やはり紅茶を飲むなら魔女とに限る。退屈しない。ならよかったわ。退屈も私を殺す唯一の毒なの。だから私を殺さないでね。無限の魔女ベアトリーチェ卿。それがお望みならこのベアトリーチェさらに楽しませてお見せしましょう。ならすぐにでも次のチェス盤をお持ちした方がよろしいか。そなたにはどうも紅茶よりも次なる物語の方がおかわりにふさわしいらしい。しばし待たれ。あなたも厄介なのに好かれたようね。力を貸してあげたいのは山々だけれど、聞いての通り、あの子の力と私の力では相性が悪い。お会いにくね。でもさすがに気の毒だから少しだけ力を貸してあげる。まず、あの子のこと。ベアトリーチェという名の存在を持っているけれども、だからといって、それは、一個体の女性とは限らない。意味がわかる。つまり、あれは人間の誰かじゃない。この世界のルールが擬人化した存在だということ。あの子を倒すには、この世界のルールを暴き、それを解きほぐさなければならない。それは例えるなら、ルールを知らないチェスを観戦しながら学んでいくようなもの。まずはチェス盤を見渡しなさい。そして、駒の動きと役割に気づきなさい。そして、あの子のゲームの勝利条件を探りなさい。それらが暴けた時、そこにあの子の心臓がさらけ出される。あとは引き裂くも握りつぶすも思いのまま。私も気前のいいわね。かつて人の身だった頃、私はたったこれだけのことを気づくのに100年をかけたのよ。これは
ベアトに囚われた哀れなあなたへのささやかな選別、さながら一本のスプーン。スプーンはスープを飲むのに使うだけじゃない。あなたを閉じ込める赤炉を掘り抜き、魔女の目玉をえぐる武器にもなる。もちろん永遠の赤炉の中で水のようなスープを延々とすすり続けるのにも使えるだろうけど、勘違いしないでほしいのよ。私はあなたの味方のつもりはないということ。あなたに感情移入はするけれど、あなたの手助けはしない。あなたがテレビの前でその向こうの人物にいくらエールを送っても届かないのに似てるわ。だから私が魔女だってわかるでしょ。私はベアトがこれから紡ぐ無限の物語を飽きるまで楽しむつもり。でもきっとそれじゃ飽きちゃうから、だからあなたに力を貸すの。私が飽きないため、私は世界で一番残酷な魔女なの。どんな相手でも絶対に屈服させる無限の魔女ベアトリーチェであってもね。お前は私の駒よ。せいぜい頑張りなさい。あの子の目を盗んで時折助言を与えるわ。私を退屈させないでね。Thank you.